イテム番号 SCP-573JP。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-573JP は、サイト81の小型収容用ロッカー内に、黒色のカバーで覆い隠した状態で保管されます。万一カバーが外れた、あるいは破損した場合に備え、SCP-573JP は左右どちらかの側面をロッカーの扉側に向けておいてください。SCP-573JP の実験に際し、SCP-573JP を少しでも直接視認した可能性のある職員は、速やかに A クラス記憶処置を受けてください。SCP-573JP の実験記録は、必ずビデオカメラから経由した映像、及び実験室内に設置したセンサから送信された情報に基づき作成してください。説明。SCP-573JP は、中空の円筒の内部に複数の円柱と角柱が幾何学的に配置された置物です。非破壊検査の結果、これらの円筒、円柱及び角柱は純銀製であることが判明していますが、金の融点を大幅に超える温度で加熱しても融解せず、また光覆限界を超える力を加えても変形したり破損したりしません。円柱及び角柱の板面には、文字のようにも見える模様が刻まれています。SCP-573JP は、円柱及び角柱の板面が位置する面、すなわちオブジェクトの正面または背面から人間筆記具を扱える生物に視認された時に、その特異性を発揮します。SCP-573JP を正面または背面から視認した対象は、視認後に筆記具を手にした際、図形、以下。SCP-573JP、A、を不定のタイミングで描画します。対象が SCP-573JP、A を描画するタイミングは、現在のところ最も早いケースで約5秒後、最も遅いケースでは13日後であることが確認されています。しかしながら、視認対象が同一であってもタイミングが異なるため、正確なタイミングや、視認と筆記具を手にすること以外の条件は不明なままです。SCP-573JP-A が正確に描画されると、描画直後に SCP-573JP-A は激しく発光します。そして、発光が収まると、SCP-573JP-A からは何らかの生物存在が出現します。これまでに出現した生物存在については、実験記録を参照してください。現在のところ、一つの SCP-573JP-A が、再度の生物存在の発生を行った事例は確認されていません。SCP-573JP-A は、描画さえ正確であれば、使用する筆記具や描画する素材に関わらず効果を発揮します。線が途中で途切れたり歪んだりした場合、SCP-573JP-A は効果を発揮しません。なお、対象が SCP-573JP-A を描画しようとする行為は、呼びかけや対象の身体への干渉によって容易に中断させることができますが、記憶処置を受けない限り、不定時間の経過後に SCP-573JP-A を再度描画します。SCP-573JP-A の描画を中断させようとする行為に対して、対象は特に抵抗を示すことはありません。SCP-573JP は、2000年、月、日に、県、市の骨董コレクターである、市の自宅から回収されました。市の自宅近く、及び勤務先の周辺において、存在し得ない生き物が突然現れる、謎の現象が頻発している、という噂を財団が調査を行った頃、噂の発生時期と、市が SCP-573JP を入手した時期が一致したことにより、回収に踏み切りました。SCP-573JP を回収するとともに、市に A クラス記憶処置を施して解放したことにより、同様の現象は発生していません。SCP-573JP の異常性は、SCP-573JP の回収に当たっていたエージェント、がサイト、81、に帰着後、市へのインタビューに使用していたメモ用紙に描画されていた SCP-573JP-A から、一匹のサンマが出現したことにより明らかになりました。このサンマと同時に出現した少量の水、及びの内容物を分析した結果、日本海に生息していたものと推測されています。このサンマは研究のためサイト、81、うちの実験用水槽で飼育されていましたが、2000年に死亡したため、処分されています。以下は、事件後の、博士とエージェント、とのインタビューを記録したものです。2000年、月、日。それでは、
インタビューを始めますが、問題ないですね、エージェント。ああ、大丈夫だ。始めてくれ。SCP-573-JP、A が描かれたメモ用紙を見せながら、あなたは、SCP-573-JP、A をメモ用紙に描画したことについて、覚えていないとのことですが。そうなんだ。そんなルケイエがいた記憶、全くないんだよ。それ以外の内容については、書き込んだ記憶がしっかりあるってのに。SCP-573-JP の回収時に、何か気づいたことは？そうだな。死が持ってきた SCP-573-JP を見てると、歌が聞こえたんだ。なんというか、子供が歌う、そう、絵描き歌みたいなやつが。絵描き歌、ですか。SCP 絡みじゃなけりゃ、気のせいなんだろうがな。気のせいではないでしょうね。その歌について、思い出せませんか？20秒ほど、たどたどしく口ずさむ。メロディはこんな感じ、だったと思う。歌詞は、出だしが、丸書いて、その中、小さな丸書いて、という感じだった気がするが、すまん、はっきりとは思い出せん。その絵描き歌の通りにすれば、SCP-573-JP、A が描ける、のかもしれませんね。何か思い出したら、報告をお願いします。わかったぜ。記録終了。以降の実験後、A クラス記憶処置を施す前に、被験者である D クラス職員にもインタビューを行いました。以下は、その記録の一部です。2000年、月、日。D-573-JP、1インタビューを開始します。ああ、すすめのことだよな。はい、そうです。今日の実験、お着物を見てから、スズメが現れるまでの間に、何か聞こえませんでしたか？そう言われてみりゃ、何か、子供の歌が聞こえた、気がする。それは、どんな歌でした？うろ覚えだが、D-573-JP、1は、エージェント、と同じメロディを口ずさむ。こんな感じだった。気がする。歌詞はありませんでしたか？そっちはなおのこと思い出せないんだが、ああ、小さな丸中、判別不能、二つ、判別不能、は皆つなげ、って言ってたな。判別不能？どういう意味ですか、それは？どういう、って言われてもなあ。俺にもわかんねえよ。こんな言葉、聞いたことねえし。そう、ですか。では、これでインタビューを終了します。記録終了。2000年、月、日。D-573-JP、5インタビューを開始します。ああ、気持ち悪い。まだ、なんか顔の上であれがカサカサしてる気がするわ。まあその、ご愁傷様です。これが終わったら、好きなだけ洗顔していいですから。わかったわ。で、インタビューって何よ？あの置物を見てから、その、あれが出てくるまでの間に、何か聞こえましたか？そうね、こんな感じも。D-573-JP-5 は、これまでと同じメロディを口ずさむ。こんな歌が、変な感じだけど、頭の中に直接響いてきた気がするわ。歌詞は覚えていませんか？最後の方だけなら、真ん中太陽、あっという間に、って言ってた気がするわ。あれ、太陽だったんですね。あんな形状の太陽を想起する文化、ありましたっけ？ねえ、もういいわよね。顔、洗わないと。もういいですよ。D-573-JP、ゴミ記憶処置を。記録終了。これまでのインタビューから判明している、SCP-573-JP の影響下で聞こえる歌の歌詞は、以下の通りです。
ただし、判明している歌詞を並べただけでは曲の時間より大幅に短く、またメロディに合致しないため、歌詞には欠落があると推測されます。丸描いて、その中、小さな丸描いて、小さな丸中、判別不能、二つ、判別不能、は皆つなげ。三秒程度の歌詞があると推測される。三角三角、紡げ六星、散りばめ、散りば、め六星、キラキラ光れ。判別不能、は、判別不能、判別不能、は、判別不能、五秒程度の歌詞があると推測される。四方なる三日月、互いに睨め、四方なる三日月、互いに星はめ、虚しきたる空に、真ん中太陽。あっという間に、SCP-573JP-A の名称が歌われるものと思われる。ほい、実験記録。実験記録 573JP-1、対象。博士、実施方法。最初に SCP-573JP の特異性が発現した状況を再現。同じ実験室、同じ時刻、同じ筆記具を用意し、SCP-573JP をあらゆる角度から観察。観察中の実験室内は、監視カメラで撮影する。結果、SCP-573JP の観察開始から5分後に、博士がメモ用紙に SCP-573JP-A を描画。直後に SCP-573JP-A から、3匹のスズムシが出現した。初見特異性の発現条件は不明。何らかの生物を出現させる図形を描かせるものである、という推測は可能。前回は魚類で今回は昆虫、法則性の有無を検討する必要がある。実験記録 573JP-3、対象。博士、実施方法。実験記録 573JP-1 に同じ。結果。研究員が実験のため SCP-573JP をロッカーから取り出そうと扉を開け、SCP-573JP を正面から視認したところ。研究助手は SCP-573JP を取り出す前に、所持していたマジックペンで金属製のロッカー内に SCP-573JP-A を描画した。直後に SCP-573JP-A から、一匹の東京トガリネズミが出現した。初見。SCP-573JP の特異性の発現条件として、SCP-573JP に触れる必要性はないと推測される。ロッカーの扉を開けた直後に今回の結果が得られた、ということは、特異性は視認により発現する可能性が高い。また、筆記具の種類は何でも良い、と考えられる。実験記録 573JP-1 から 573JP-3 が行われる間に、博士とエージェントは合わせて、回にわたり、SCP-573JP-A を不定間隔で描画し、その度に小動物や昆虫を出現させました。解剖や観察の結果、これらの生物は通常の雌雄と全く同一であり、特異性を有してはいませんでした。これを受けて、SCP-573JP の視認後には、A クラス記憶処置を施すことが決定されました。実験記録 573JP-4、対象。D573JP-1、実施方法。実験記録 573JP-3 の終了時に、SCP-573JP の正面をロッカーの扉側に向けておき、SCP-573JP を視認させ、その形状について記載させる。結果、D573JP-1 がロッカーを開け、SCP-573JP を視認してから3分が経過した頃、D573JP-1 はメモ帳に SCP-573JP-A を描画した。直後、SCP-573JP-A から、一匹のイエスズメが出現した。出現したイエスズメは、D573JP-1 の頭部に止まった。初見、正面からの視認は特異性発現の条件である可能性が高い。他の角度からの実験を行い、特異性の発現条件の絞り込みを行う。実験記録 573JP-7、対象。D573JP-1、実施方法。実験記録 573JP-3 の終了時に、SCP-573JP の背面をロッカーの扉側に向けておき、SCP-573JP を視認させ、その形状について記載させる。結果、D573JP-1 がロッカーを開け、SCP-573JP を視認してから15分が経過した頃、D573JP-1 はメモ帳に SCP-573JP-A を描画した。
直後、SCP-573JP-A から、一匹のウェルシュ・コーギーが出現した。出現したウェルシュ・コーギーは、困惑気味の D-573JP-1 の足元を、楽しそうに走り回っていた。初見、背面でも特異性は発現した。出現したコーギーは、人に慣れていた。どこかで飼われている可能性があるので、特異性がなければ返却を検討する。エージェントを通じて調査したところ、県、軍において、このウェルシュ、コーギーを探している馬の張り紙が発見されました。これを受けて、エージェント、が発見者を装い、このウェルシュ、コーギーを飼い主の元に送り届けました。実験記録 573JP-9、対象、財団で飼育しているチンパンジー。文字や図形を描く能力はない。実施方法。ボールペンと A4 ルーズリーフ1枚を置いた実験室内で、SCP-573JP を視認させる。結果、チンパンジーが SCP-573JP を視認してから4時間が経過した頃、チンパンジーは乱雑に握ったボールペンでルーズリーフに SCP-573JP-A を正確に描画した。直後、SCP-573JP-A から、1羽のコフラミンゴが出現した。初見、筆記具が握れさえすれば、人間でなくても SCP-573JP の影響を受けると推測される。他の類人猿で同様の試験を行い、裏付けを取る必要がある。実験記録 573JP-14、対象、D-573JP-5、実施方法、SCP-573JP を正面から視認させ、筆記具とメモ用紙を渡しておく。結果、SCP-573JP を視認してから5秒経過したとき、D-573JP-5 はメモ用紙に SCP-573JP-A を描画した。直後、SCP-573JP-A から、引きのヤマトゴキブリが出現した。出現したヤマトゴキブリは一斉に、D-573JP-2 の顔面に、削除済み。初見、時間の測定ができなかった実験記録 573JP-3 を除けば、暫定的な最短時間が記録された。しかしながら、実験記録 573JP-3 においては、ロッカーを開けた瞬間に特異性が発現したので、本来の特異性の発現までの時間はさらに短いと推測される。出現したヤマトゴキブリは、現在も研究のため飼育されています。異常性がないことが確認されたので、一定数を超えたものは、飼育中の実験動物の餌として使用することが許可されています。実験記録 573JP-17、対象、D-573JP-6、実施方法、573JP-14 と同じ。結果、SCP-573JP を視認してから1時間ほど経過した頃、D-573JP-6 はメモ用紙に SCP-573JP-A を描画した。直後、SCP-573JP-A は発光したものの、何らの生物も出現しなかった。直後、D-573JP-6 が倒れるとともに、異常な周期が室外にまで広がった。室内の大気成分を分析したところ、非常に高濃度の二酸化硫黄、SO2、とともに、未知の細菌、SCP-573JP、A-17、が検出された。回収された時点で D-573JP-6 は死亡しており、遺体には二酸化硫黄中毒特有の痕跡が生じていた。初見、大気成分を分析したところ、木製の衛星、の成分に近似していることが判明した。今後の実験においては、実験室内の環境の激変を考慮する必要がある。実験 573JP-17 で使用された実験室は、ガス消毒、熱消毒及び放射線消毒により、SCP-573JP-A-17 が完全に除去されたことが確認されるまで、除去作業に当たる職員以外の接近を禁止します。実験記録 573JP-19、対象、D。573JP-7、実施方法、573JP-14 と同じであるが、D-573JP-7 にはガスマスクと放射線防護スーツ1式を装着させている。結果、SCP-573JP を視認してから30分が経過した頃、D-573JP-6 はメモ用紙に SCP-573JP-A を描画した。
直後、SCP-573JP-A が発行し、ヤギ頭をした、背部に1体の国翼を持つ存在、SCP-573JP-A-19 が出現した。SCP-573JP-A-19 はしばらく不動であったが、その場から逃げ去ろうとした D-573JP-7 に反応し、発達した爪で D-573JP-7 を襲撃した。D-573JP-7 が SCP-573JP-A-17 の攻撃を運よく回避し続けたことにより、機動部隊 F-17、払いま招待を SCP-573JP-A-19 が実験室外に移動する前に投入することができ、消火器による銃撃により、速やかに SCP-573JP-A-19 の無力化に成功した。しかしながら、無力化と同時に SCP-573JP-A-19 はその場から消失したため、SCP-573JP-A-19 の正体は不明である。初見、SCP-573JP には、我々の世界以外の生物、いや、存在を出現させる可能性がある。未発見、未収容の SCP が出現することを考慮すると、現在の SCP-573JP の収容プロトコルには再検討の余地があると言える。長期の事案を受けて、現在 SCP-573JP の収容プロトコルが再検討されています。収容プロトコルが再決定されるまで、SCP-573JP を用いた実験は凍結されます。